Rose Up Radio Presented by Rose Up Close Up Radio。皆さんこんにちは、浜地ゆきです。3回目のラジオです。先月のスーパー開運日3月21日を皆さんはどのように過ごされましたか。私は河原で摘んできたよもぎで姉と一緒に草餅を作りながら WBC を観戦。感動の一日でした。最高に盛り上がりましたね。開運日に素晴らしい試合を見ることができて、日本の素晴らしさを再確認し、日本人でよかったなと思いました。そして気がつけば1ヶ月が過ぎて、4月ももう残りわずか。もうすぐゴールデンウィークです。新年度になり、新しい環境をスタートされた方は、少し疲れも出てきた頃でしょうか。ゴールデンウィーク中にリフレッシュする方、ゆっくりと疲れを取る方、お仕事の方もいらっしゃると思います。今年のゴールデンウィークは出かけられる方が増えそうだということで、時間に余裕を持って行動できるといいなと思います。私はゴールデンウィーク中に温泉に行く予定とガーデニングを進めるつもりです。まだ始めたばかりですが、これからお庭ができていくのが楽しみ。ラジオの中で経過をまたお話ししていきたいと思います。ゴールデンウィーク最終日は小野梨沙さんのコンサートに行く予定です。ボサノバの女王小野梨沙さん、あのゆったりとした感じが好きで癒されること間違いないでしょう。最近はライブや映画に以前より行けるようになりました。楽しみがあるのはありがたいことですね。それでは次のコーナーで4月のお花の話をしたいと思います。引き続きよろしくお願いいたします。クローズアップレディオ、この番組は株式会社ローズアップほか各社のサポートにより配信してまいります。Rose Up Radio Presented by Rose Up。 ゆきちゃんのフラワートーク。4月のお花は桜、かすみ草、アリストロメリアなどあります。実は正しい誕生花は存在しないんです。国や地域によって様々な説があります。中でも神秘的で美しい伝承として伝わっている由来が、ギリシャ・ローマ人の人々の思想。ギリシャ・ローマ人の人々は、自然界にはそれぞれを司る神がいると信じていました。さらに、時間や月日といった時にも同じように神が存在するという考えを生み出します。加えて、花や木々は、神秘的な力を秘めていて、神からのメッセージをその身に宿すと信じられていたそうです。こうした点からその月に咲く花はその月の神からのメッセージが込められているのではないかという発想になりました。このような思想が誕生花のきっかけの一つと考えられています。誕生花は自分を守ってくれる一番身近な守護神であり、幸福や愛、富をもたらしてくれる神の使いなのかもしれません。というわけで、4月の誕生花は桜を紹介したいと思います。桜は皆さんもご存知の通り、日本を代表するお花です。今年もいろんな場所で綺麗な桜を見ることができました。北国ではこれからでしょうか。咲き始めも満開も散り際も美しい桜。桜の色は種類によって白、淡いピンク、濃いピンクと様々で、
花びらも一重や八重もあります。花言葉は精神美、優美な女性、純潔です。精神美は桜が日本の国花という位置づけから、日本国そして日本人の品格を示すシンボルとして、また優美な女性、純潔の花言葉は桜の花の美しさからイメージされたものだとされています。ここで桜に関する雑学です。桜の種類は600種類以上あると言われています。日本にある多くはソメイヨシノで、全国の8割を占めています。ソメイヨシノはすべてクローン。江戸時代に誕生したソメイヨシノは、一本の木を接ぎ木によって全国に植えられてきました。ソメイヨシノは単体の DNA、 遺伝的な多様性がなく、例えば一種類の病気で全ての個体が死滅することも考えられます。またソメイヨシノは自分自身で子孫を増やすことができず、人間の手を借りないと繁殖できない品種です。このような理由で全国のソメイヨシノに深刻な問題が起きています。桜の世界にはテングス病というカビの一種が原因で、花が咲かなくなったり幹が腐ってしまう病気があります。ソメイヨシノはこの病気にとてもかかりやすく、新たなソメイヨシノを植えることはさらなる病気の拡大につながります。そのため最近はソメイヨシノに代わり別の品種への植え替えが進んでいます。いつまでも桜が楽しめるように、これまでソメイヨシノの桜の名所では少しずつ世代交代が始まっています。遠い未来、日本の春の風景はまた違ったものになっているかもしれませんね。以上、ゆきちゃんのフラワートークのコーナーでした。Rose Up Radio, presented by Rose Up. ゆきちゃんのプリズムライフトーク。4月になって少し生活スタイルを変えた私。運動する時間がないことと体力作りを兼ねて、電車通勤を天気の良い日は自転車通勤にしました。初日はつい帰宅時に電車に乗って帰ってきてしまいました。習慣で無意識のうちに行動していることにびっくり。自分の天然ぶりに少し落ち込んで、また会社まで戻りました。最近は意識して行動しているので大丈夫です。お天気の良い日に爽やかな風の中を運動するのはとても気持ちいいです。でも時々交通事故のことを考えたりします。というのは、私の父は先月お話しした2011年東日本大震災の年に、運悪く出張先で交通事故に巻き込まれました。意識不明のまま病院に運ばれて、何ヶ月も一人で縁もゆかりもない地で入院、停電などがある中で一人ぼっちで不安だったでしょう。私と姉は高速バスに乗って各州父の病院に通いました。娘である私のこともわからない時もあり、本当に大変な日々を過ごしました。あれから12年経ち、父は今元気に過ごしています。当時はあまりに大変で、ひどい話だけれども、父がもしあのまま天国に行ってくれたらみんな苦しくないのにと思う時もありました。でも今は生きてくれていてありがとうと、その気持ちしかないです。遠く離れた実家にいる父と母、二人が一緒に元気でいてくれるから、私は毎日を安心して過ごせています。なかなか普段すぐに行ける距離でないので、二人でいてくれるだけで私の生活もできているのかなと思っています。こうして好きなことができているのは、元気でいてくれるみんなのおかげ。健康ほどありがたいことはないですね。
健康といえば、この季節体調を崩す方が多いのを知っていますか？春は一年のうちで寒暖差が一番大きく、気温の変化に対応するため、体は交感神経の働きが優位な状態になり、緊張状態が続きやすくなります。この状態では疲れが溜まりやすい、免疫力が下がる、胃腸の働きが落ちる、肩や腰が痛くなる、体が冷える、寝つきが悪くなるなど様々な症状が現れやすくなります。他にも目まぐるしい気圧の変化や生活環境の変化、花粉症などが春の不調の原因です。対策はバランスのいい食事を血色なくとる、こまめに体を動かす、湯船に浸かる、睡眠をしっかりとるなどして自律神経のバランスを整えるのがいいそうです。春は気候の変化だけでなく、生活の環境も大きく変化してストレスもかかりやすい時期。自律神経を整え、免疫力を高めて不調を乗り切りたいですね。以上、ゆきちゃんのプリズムライフトークのコーナーでした。Rose Up Radio. Presented by Rose Up. 皆さん、今回はいかがでしたか？仕事を終えてそのまま収録に駆けつけ、緊張のままスタート。気がつけばもうエンディングです。あっという間でした。今日も最後にクイズです。実はクイズが一番楽しくなってきています。今日は動物ではなく桜のクイズ。桜の香りにはどんな効果があるのでしょうか。1番、二日酔い防止。2番、便秘解消。3番、日焼け防止。正解は1番、二日酔い防止です。桜の香りには二日酔い防止、喘息の緩和、ストレス緩和、抗菌作用など様々な効果があります。塩漬けすることで香りがより強くなります。桜の香りの正体はクマリンという成分です。クマさんみたいな名前ですが、ポリフェノールよりも高い抗菌作用、抗酸化作用があるそうです。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは皆さん、素敵なゴールデンウィークをお過ごしください。クローズアップレイディオ。この番組は株式会社ローズアップほか各社のサポートにより配信いたしました。Rose Up Radio. Presented by Rose Up.